ビフをご覧の皆さん、リンチです。ボーカルのあずきです。ギターのレオです。ギターのヤスケです。ベースのクリです。ドラムのサロンです。はい、ということで僕たちリンチは8月から3ヶ月連続リリースがあります。やっと、はい、ありました。その第一弾としてシングルイウォークを8月5日にリリースします。ということでビフからの質問いくつか届いております。シングルイヴォークの魅力を存分に語ってくださいということで、じゃあこれ一人ずつどっちか行こうかな。じゃあレオさんからこう行きたいんですけど、はい、楽曲の聴きどころ教えてもらっていいですか。今までのリンチを、受け継ぎつつですね、はい、あの新しいリンチの魅力っていうのが存分に詰まった作品だと思います、うん、なるほど、はい、なんかいろいろ変わりましたね。チューニングだったりとか変わってますね。シングルではあまりなかったようなテンポであったりとか、はい、なんかリンチらしいけど非常に新しい曲だと思います、はい、それではもちろんシングルですからミュージックビデオが今回になります。 MV、ね、MV の魅力、おさまさん。まあ、あれだよね、場所は一緒なんだよね、グリーミーアイ。そうなんですね、まさかのグリーミーアイと同じ場所なんですけど、はい、もう全然別物で、ね、監督は違うからね、うん、はい、もうちょっとお願いします。まあなんか CG がすごい、なんか CG がすごい。なんて言っていいかわからん。違う人に振ろうかな。DV の話はじゃあね、何がいいかな。歌詞についてごめん、わからん。どう思いますか。どんな気持ちで叩いてるんですか。激しいな。あ、激しいですね。重いとかないですね。いっぱいとか。あ、そうです。それぐらい早い。はい、わかりました。じゃあどうしようかな。みよりさん、じゃあね、はい、アーシャや、はい、アーシャやじゃね、アーシャのテーマや世界観について、はい、ゆうすけさんと話し合ってもらっていいですか。なんかビフさん、すごい気に入ってくださってるらしいんですよ、その今回のアーシャ。はい、でも僕は浮いてるじゃないですか。この話の様子おかしい、あのイリュージョン。イリュージョン。イリュージョンしてる、あの荒野のね、はい、雲がすごい。あれどうやってそのなんか2人でなんかこう、伝えてる。まあね、言っちゃうからね、なんか、いやね。イリュージョンの。だから夢を壊されたくない人は、ここでストップしてください。飛ばしてもらって、ちょっと今からこう、ネタ話が。あれ、何でしたっけ、あの第2で、しかも、あんまかっこいい台でもないですね。全然なんか、ね、あれですよね。で、あの布はね、布みたいな感じでね。そう。あれもあれも別に取って。あの布はでも相当、何回かこうやって苦労してたんですか。上に投げて、ふわってなる、一番かっこいい布を取れるまで。あれがうまくこう重なって、ね、一つになって、あの写真が出来上がるまでは、あんな風になると思ってなかったんですよ。この台の上でこうやって撮ってる写真と、布だけの写真しか見てない。あかりするな。これがどう組み合わさるんだろう。台の上であの飛んでる手のポーズをこうやってしてなきゃいけなかった。そうですね。それがそんな俺をバカにして見てたんだね、じゃあ。いやいや、こいつ何をしてるんだっつって。どうなんのこれ。いや、でもバカにしてたね。あ、何すよ、レオさん。もちろん上がっとんだよ。あずきさん、何やってるんですかね。バカにしてたと思うよ。知らず知らず。どうした。僕もいつか乗りたいなって。第に後ろから見て指さしてたよ。知らないですよ。それ、いいですか、そんな。まあ、そんな感じで。まあ、壮大さはですね。壮大で、ちょっとなんか、素晴らしいです。大魔王が降臨した感じを出すために、人知れず苦労した。そうですか。いいですか。はい、わかりました。じゃあイベント情報。9月にはインストアイベントのほか、ムック、サッズとのツーマンがあります。ありがとうございます。はい、ムックはまああれですね。昔からこう、まあでも同期っていう感じでもないか。あれは先輩だよね。先輩。もう売れてらっしゃる先輩。レオさんからしたら後輩ですか。そうですね。ただ僕がバンドをやっ
ってなかった時があるんですけど、その時にムックが出てきたんで、割とすれ違いで。やってなかった時、もう始めてて、音楽はやってたけど、なるほど、前のバンドが終わって、あ、なるほど、ちょっとあの音楽から離れたいなと思ってた時に。あ、その時があったんですね。そうなんですよ。そうそうだ、スーパーかっこいいバンドですから一緒に回れて嬉しいです。よろしくお願いします。そしてサッズ、はい、これはもう私からしたら神ですから、はい、偉いことなんですけど、オープニングアクトじゃないですよ。肩を並べてツーマンができるということで、そうそう、あんたも好きでしょ。大好きです。相当強いですよね、サッズ。黒夢じゃないでしょ、入りはもうサッズでしょ。忘却の空、忘却の空、新しいな。新しいです。どうですか、なんか意気込みを。まあ、本当に、うん、一緒に肩並べてやらせてもらうってことは、うん、本当にガチンコで死ぬ気でいかないと、死ぬ気で戦わないと、逆にする本気で使っていきたいと思います、うん、はいはい、そんなリンチの優勝をぜひ見に来てください。よろしくお願いします。そしてあります、うん、そして、あ、そこ自分のこと話したらダメですね、はい、10月、はい、11日から広島クラブクワトロを皮切りに全国ツアー、ツアー15ダークダーカーダークネス始まります。なんか言いにくいですね。ダークダーカーダーケストでもよかったんですけど、はい、なんとなくダークネスにしまして、とにかく闇みたいな感じのツアーなんですよ。浅野さん、どう思いますか、どう思いますか。どう思いますかって何ですか。このタイトルこのアルバムもなんかまあそういう感じじゃないですか、うん、こんだけダークダークどんなツアーにしてやるの。あ、こういうツアーで、おう、え、僕の肌は釣り上げやる頃はもう真っ黒な感じ、まあね、これから釣り行くから、ね、それでいいですか。いやいや、みんなでメイクしましょう。あ、この人たちもレオさんもしますか。いや、いやっつってみんなしてほしいのかな。そうですね、それ聞く。どうだったのね。ちょっとしてみたいですよ、今言って。まあでも、明日しようかな。じゃあ、なんか AK がした時、じゃあ俺やめようかな。あ、なるほど。3人までみたいなルールつくる。で、チェンジ。チェンジ。ローテーション。全部することはないみたいな。何の話ですか、これ。いいですか。はい。はい、あのファイナル東京ドームシティホールということで、はい、ちょっと何日かは分かんないんですけど、11月末ですか、末だよね、はい、ぐらいだと思うんですけど、あのスーパー広い会場です。あのリンチ最大キャパ、はい、スタンディングだったり、なんかもうほんとちっちゃい武道館みたいなんですよ、はい、アリーナもあってスタンディングのね、で椅子もあって、あのすんごい入りますから来てください皆さん、お願いします。毎日して楽しい夜にしましょうということで、詳細はホームページをチェックしてください。お、終わりますよ。これまだ5分のサインが出てませんけど、まだ5分ってない。何分か知らないんじゃない。次。いや、もうだいぶ前に5分出てます。出したサイン。本当。じゃあ終わろう。はい。それでは皆さん、ツアーでお会いしましょう。それではリンチでした。